どれも大切シリーズ3かな、前回は自転車の話をしました。自転車に乗るときはちゃんと見ること、前を見ること、足でペダルを踏むこと、ハンドルをちゃんと握ること。今度剣道の話をしましょう。打つとき、面を打つとき、小手を打つとき、胴を打つとき、何が大事？大きな声を出す、それかもしれない。何が大事？僕が思うには、竹刀がないと打てないでしょ。それから竹刀を振ることをしないと打てないので、竹刀が大事です。ちゃんと手で持って振ることが大事です。そればっかではダメなので、ちゃんと大きな声を出すこと、しっかりと見ること、見ることにもいろんなことがあって、違う見ることがあるんやけど、見ることが大事。足が大事だよっていう先生もいます。ね、体さばきが大事だよっていう人もいます。打った後、斬新が大事だとかって言うんだけど、ね、いろいろ大切なことはあるんだけど、今日竹刀買ったんよ。竹刀が大事です。大切です。ね、竹刀がなければ打てません。竹刀を持って振ることが大事です。これを知った上でいろんなことを、他に大切なことがある。竹刀を持って振ることが身についた上で、大きな声を出すこと、足さばき、打った後の斬新が、充実した規制とかっていうのね、正しい姿勢だとかっていうのが大切だよ、大事だよって言ってます、ね、振ることが身についた上でということで、大事なのは竹刀を振る、持って振ることが大切だと思います。まともやろ今日は。お、はい。